ボーケールは、フランス、奥下に地域圏、ガール圏のコミューン。ローヌ川に架かる橋がある圏の東県境にある。ボーケールは、ローヌ川岸にある。西のニーム、北東のアビニョン、南のアルルを3点とした三角形の中心にあたる。プロバンス、カマルグコスティエール大地の各地方の交差路にもあたる。ローヌ川を挟んで、ボーケールと向かい合うのは、 ブーシュイコールデュローヌ県のタラスコンで、タラスコンと共に約3万人の都市圏を形成する。ボーケール城、ノートルダム教会起源前7世紀頃に町ができた。ボーケールはイタリアスペイン間をつなぐドミティア街道の都市の一つであった。この時代の名はガーナムであった。中世、都市の拡大は停滞した。この暗黒時代のボーケールには災難を避けることができなかった。 ボーケールは、ブルグンと、ゴート族、そして、サラセン人に征服された。占領時代に、最初の城壁と城ができた。美しい石を意味する、地名ボーケールが、町の名となった。モンフォールイコールアモリー領主にして、アルビジョア十字軍の指揮官であったシモンド・モンフォールは、1216年に、ボーケールを包囲した。13世紀、ルイ9世が数回ボーケールを訪れた。 町は拡大し、人口が増加した。100年戦争やユグノー戦争にもかかわらず、ボーケール商人の富と並行して建築物の映画と洗練は増幅した。1579年、ボーケールはラングドック知事モンモランシーガンビルによって収められていた。彼はカトリック教徒であったがユグノーに寛容であった。町の民衆隊長はジャンド・パラベールであった。 しかし、モンモランシー・ダンビルは、パラベールを、残守刑にして、町を手に入れるため反乱を引き起こした。ボーケールは、デートクガスパール・ド・コリニーの息子フランソワニセイド、コリニーが送った援軍によってユグノー派が制圧した。17世紀から19世紀、ボーケールのマドレーヌ氏は、国際的な影響をもたらした。10日間開催される、フランシュ氏は、 マルセイユ港の1年間の売り上げと同じであった。1789年のフランス革命も商人の活動を変えることがなかった。鉄道の不設川での水上貿易の衰退が次第にマドレーヌ氏を衰退させた。マドレーヌ氏は日本史の形態の他に闘牛や多様な祭りを含んでいた。いつも7月21日に始まり、月曜日に終了し、 少なくとも6日間続けられた。19世紀終わりから20世紀初頭、大きな価値のある数少ない例が、町の東側、旧市街をローヌ川の洪水から守るために市街に沿って作られた石の壁である。ローヌへセット運河が掘作されたのもこの時代である。ボーケールがミディ運河に接続された。ボーケールはセメント会社、シマンフランセの本拠地である。 ボーケールは以下の都市と姉妹都市協定を結んでいる。1969年以降姉妹都市となっているファルシエンヌの市長は2014年4月1日に極右政党所属の市長がボーケールに誕生したことを理由に姉妹都市協定を発揮した。イタルソムンテハット、ジャンリジデボケア、ハットサンドラダー、アーロニ・ファールシアン・ドンプントルア・リレーションズ・アーベック、ハヤンゲイ・ボケア、 レソアール31マーズ2014カンサルティルテンプレート 1ER アブリル2014ありがとうございます。